皆さんはカトラリーという言葉を知っていますか？八幡平市の安比塗漆器工房では現在木と漆のカトラリー展が開催されています。ここ八幡平市阿城で漆の技術を学び、全国各地で塗師として活動している作家たちの作品が展示販売されています。色のついた花色をしているものもありますし、そのまま木の木目を生かしたような作品も皆さん、作りたいイメージを形にしている作品が多いので、その作家さん作家さんの個性もとても強く表れていると思います。赤ちゃんに使っていただいても安心ですし、そういったところにも右手用と両手用があったり、そういった細かいところまで、口に入れた感覚とかそういったものにも細部までこだわって作られているので、ぜひ手に取って見ていただきたいと思います。漆器は塗っては乾かすという作業を何回も繰り返して制作します。訪れた人たちも完成するまでに3週間ほどかかると聞いて驚いていました。一つ一つが手作りで、道具というよりも作品と呼んでしまいます。普段使うにはもったいないと感じてしまうかもしれません。だからこそ作家の使ってくれる人への思いが深く感じられます。いただきます。口の中でスプーンの感触は滑らかな優しさを感じました。剥げにくく丈夫なスプーンになります。木と漆のカトラリー展は8月2日まで展示販売しています。この機会に自分だけの特別なカトラリーを見つけてみませんか？